え、今日のテーマです、ね、はい、理想の玄関というテーマでさせてもらうんですけどもよく風水とかで玄関にはこれはいいとか悪いとか、はいろいろ聞くんですけど、はい、あの和尚さんもまあそういうことを、まあ、聞かれたりもするのかなと思いまして和尚さんの視点でその運気的な部分で玄関にまあこれを置くとよくないとかそそういううい玄関とかかはありますか、はい、そうですでねだから日の当たる玄関っていうのがやっぱり昔からいい方位って言われているんですよ。 東南の玄関とか、まあ、南向きの玄関っていうのは、まあ、一日明るいんですね。うん、なのであの例えばこういう本堂なんかも大体いい神社なんかも南に向かれてるから北側に向いて手を合わせるような形になってると思うんですけどだから南向きの間口っていうのは東南の間口っていうのは明るいんですよ。なので えー、日が差す方位っていうのはまあ、陽気っていう言葉があり、陽の木ね太陽の陽に木陽気陽の木が入ってくる方位ですよと。とうんなので、アパートなんかとかね。マンションとかちょっとあの狭い間取りのところは、最近は北の玄関で南に明るさが入ってくるようにリビングとかダイニングを持ってきてると思います。うんだけど、一軒家の場合は東南とか東。東ね。南に玄関を持ってきて。 であのまあ、リビングの方も明るい方に南側に持ってきたりとかするところも多いですけども、まあ、玄関だけで言うとまあ、陽の木が入ってくる玄関、つまり東や南の玄関、東の東南の玄関というのが一番理想と言われてます。でこれを置いたらいいよっていうのはともかく人が入ってくる場所っていうのはまず人がお客さんが来てまず目につく場所なんですね。あと要は匂い。 まあ下足板、下駄箱を置くところでもあり靴脱ぐところでもあるから匂いはきっちりしといたほうがいいですやっぱ周期っていうのはあの邪気がだから匂いが、まあ、臭い匂いがしてるとそこに邪気が滞ってしまうんです、うん、だそれを例えば南側の玄関東側の玄関で日の当たる場所やったら陽のエネルギーでででそこが浄化できてくるんですね、うん、ところがそれがあの西の方位とかやったら、うん 西の玄関はお金がなくなりますよっていう風習的な見方もあるんですけどもあの西の玄関は何でかってこれはあの理屈があって西っていうのは西日が差してくるととずっと暑いよねなのでその方位に不条なものを置くと例えばあ腐ってきたりとか、まあ、トイレなんかをその方位に昔は汲み取りのトイレとかって、まあ、そこにあの虫が湧いたりとか匂いが上がってきたりするっていう根拠もあるんです。 だからそそううういいっったものはそこを避けましょうねっていうだから西の玄関に、えー、あったらずっと夕日西日がさしてやっぱり色が変わってきたりずっと暑くて蒸し暑い玄関になったりするんでじゃあ南側の方がいいじゃあ北側になると今度は寒い玄関になってくるし暗い玄関になってくる、まあ、今の季節やと日が落ちるの早いよね。ということはもう12時回って2時3時になってくると。 もう暗い玄関になっちゃうんですねなので南側が運を呼ぶ原価って言われてますで置物としてはやっぱその匂い周期っていうのは邪気がたまりますしあとは汚くしてるごちゃごちゃしてても気が滞ってしまううんなので、まあ、開運グッズとかっていうとね、まあ、例えば龍の置物を置くとか、えー、八角形の鏡を置くとかいろいろありますけどもまず大切なのは置物や開運グッズも大事ですけど ままず綺麗にしましょうと常に綺麗な玄関を保ちましょう匂いのこもらない玄関にしていただいたら悪い木はたまりませんでもしそういったね、えー、悪い木がたまってそうな玄関やったら、まあ、定期的にあの玄関開けっぱなしにして風を通してあげるそうするとあの邪気っていうのは払われると思いますんで、えー、そういったことを工夫されていただいたらいいと思いますね。はい よくその塩を盛るかかいううもああんんでですか、うん、そうですのそね塩を盛るっていうのも塩もあの食塩ではあんまり効果がないと思います私は。やっぱりその,あの岩塩とかあと粗塩って言われてるようなあ塩の方が精製の仕方が違いますんでそういったものを玄関に、えー、置いていただくと、まあ、塩っていうのは浄化するって意味があるので塩の結界になりますんでそこをね 渡,って渡ることによって浮上が落ちるとも言われてますんで、まあ、今最近はねよくしなくなったけどあのお葬式の帰りとかなんかはあの塩が入っててねその塩を玄関の前で自分に振りかけると、まあ、浮上が落ちる、まあ、マイナスが落ちると言われてなので塩はあのそういった意味ではまたげるように右と左に置いてあったらその塩の結界っていうもので浄化されるんじゃないでしょうかね。 ーーでいいい香りをするっていう、うん、なんか香りのこれがいいよみたいないやもうね今いろんな匂いがあるんで、うん、まあ例えば花の香りでもいいですしうんまあその臭い状態は一番良くないから特にね足っていうのは浮上がたまる場所なんですよ、うん、やっぱ頭から足に気が向いて流れてるんで人っていうのはだから足の足っていうのは一番その邪気に。 犯されやすいい場所っていうか、うん、なので、えー、そこ人がね出入りが多い家ほどそこに滞りやすい、うん、なので、えー、風通しをよくしたり光を当ててみたりうん、うん、で匂いは、まあ、いろんな匂いでいいと思います自分のお気に入りの匂いでいいんじゃないでしょうかねうん,、はい、なんかあとよく観葉植物を置くといいとか,なんかそういうのも聞くんですけど、はい、それはどう思いますかそうです、ね 滞ってる玄関ほど植物枯れやすいんで、はい、ちょっと強い花というか植物を置いていただければ生命力の強いそういったエネルギーがやっぱりその浄化もいいんじゃないかなと思います、えー、たまにはお香を焚いてみるとかね、うん、まあそういったのも浄化の一つやと思いますよ。はい、ありがとうございます